皆さんこんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。今日は前からお伝えしておりますノモンハン事件のハイライト、不意高地をめぐる戦いの簡単な日ごとの経過をお話ししようと思います。お話ししましたように、不意高地は春波川とバインツァガンもですね、対岸にあたる部分にありまして、ノモンハンの戦場では最も北の方にある位置であって、日本側の主力部隊というのはこの南側、このホワイトボードだと下側の方に主力が布陣しておりました。5月、6月、7月と戦いの中で膠着している状況の下で、8月20日にソ連モンゴル側は総攻撃をかけて、ソ連モンゴル側が主張している国境線、このハルハ川からおおむね30から40キロの地点にあるノモンハンブルドオボーという場所に国境線を獲得するために、日本側をその国境線の内側で撃滅するための総攻撃を開始したわけです。この戦いについてはもう典型的な包囲殲滅戦で、機械化戦闘の模範であると今でも言われている戦闘ですが、この不意高地の戦いにおいては劣勢な日本軍がですね、数倍するソ連軍を約3日間にわたって食い止めてですね、大きな役割を果たしておりました。経過を申しますと、800人のですね、日本軍部隊、これは第23師団捜索連隊をベースにしたやや軽めの偵察用のですね、連隊を軸に、歩兵部隊、それから若干の野砲を持っている部隊でしたが、それがですね、1ヶ月半から2ヶ月にわたって、三角形の縦走した陣地をですね、別の表現で言うとちょっと饅頭が盛り上がったような台地の上に作っていたのがこの不意高地の陣地であります。対するソ連軍部隊、モンゴル軍部隊の側面援護を得ながら北部集団としてですね、ここではですね、シェフニコフ大佐という第82師団の師団長を司令官にしてですね、1個歩兵連隊と2個機甲部隊ですね、機甲旅団、第7装甲車旅団と第11戦車旅団がですね、この不意高地を一気に突破する任務を置いて配置されていました。で、攻撃はですね、8月の20日午前5時、これらの部隊を支援する砲兵連隊の猛砲撃から始まりました。この時ですね、この高地の北側の方に警戒線を引いて満州国軍の騎兵隊2個連隊が布陣していたんですが、そこに対してはモンゴル軍の騎兵師団がですね、2個師団、師団といっても旅団規模のものなんですけれども、これが攻撃をかけて撃退し、北翼が空いたところで、ソ連の第7装甲車旅団が北側から、第11戦車旅団が南側から、西からの正面攻撃は第601狙撃連隊、ソ連の歩兵連隊が攻撃を行いました。日本側にとっては全くの奇襲であったんですが、この陣地はですね、少ない兵力、これは約数千人、4000人以上の兵力でですね、歩兵兵力、それから戦車で言いますと200台の戦車が取り囲んだと言われております。そうした状況の中で、当時ですね、その塹壕にいた日本の将校によれば、秒間最大時で8発の砲弾の着弾があるような激しい砲撃も受けたんですが、1日目は見事にですね、数字にわたるソ連軍の攻撃を全て撃退することに成功しました。これでもう第一歩のですね、急激に陣地を突破して、ノモンハンに達するというソ連側の人は挫折したわけですね。で、この状況についてですね、1日目で突破がならなかったことについて、ハマルダバーという場所にですね、このソ連全体、ソ連モンゴル全体の司令部を置いていたジューコフ司令官はですね、非常に激怒しまして、司令官の交代を21日に行うことにしました。参謀本部からですね、アレクセンコ大佐を派遣して、再度の攻勢は
増援部隊も加えてやるということで、8月21日翌日にですね、攻撃を数時続行させつつ、ソ連軍の指揮官を交代させ、バインツァガンの高原を経由してですね、新規の増援部隊、第201空挺旅団、これは後々ですね、空挺効果をやる予定だったと思うんですが、この精鋭部隊であります。この部隊をこの不意高地の南翼第11戦車旅団の戦区に派遣し、約これ25から30キロあります。ここまで、多分1日で行軍してきたんだと思います。それに加えてですね、第9装甲旅団に戦車部隊を加えた機動集団をこの不意高地の北側に向けて前進させて、さらに引き続きですね、助行をかけながらノモンハンブルドー号に構わず突破させるという作戦を実施させました。これが8月21日の経過です。この状況の中で、不意高地における伊予騎士隊はですね、孤立を深めたんですが、外側から他の日本軍の主力部隊から弾薬補給はこの日に限ってはですね、2時にわたって成功し、なんとか持ち直すために奮戦をしていたわけです。しかしこの8月22日から23日にかけては、丸々1個旅団の精鋭兵が加わったですね、ソ連軍の攻勢は熾烈を極めて、それからですね、第11戦車旅団の戦区にはですね、数が少なかったけれども有効な火炎放射戦車、これは T26 系戦車をベースに火炎放射器を積んだね、当時としてはね、実戦化したのはソ連ぐらいだったと思います。こういう戦車も突っ込ませてですね、日本軍が巧妙に掘った塹壕陣地を次々に焼き払っていくような攻撃も行ったわけです。しかしこの時もですね、数時にわたってですね、この数が少ないんですが、伊予騎士隊の救護式軽戦車や旧式重装甲車の部隊、あるいはですね、火炎瓶を持った歩兵部隊が逆襲に転じてですね、十数両のソ連軍戦車、火炎放射戦車を含むですね、ソ連軍戦車を撃破しました。また次々に倒れていったんですが、4門の野砲、それからですね、数門あった37ミリ速射砲も奮戦して、ソ連戦車の撃退に活躍したわけです。ソ連軍はその間ですね、スピードの上がる攻撃は不可能だったので、じりじりと壕を掘りながら大砲を前進させながら、この日本軍陣地を攻めていかざるを得ませんでした。しかし23日にはついにですね、この201空挺旅団の精兵たちが不意高地の東側といいますから後方ですね、後方地区に侵入することに成功し、包囲をほぼ完全にすることができたわけです。伊予騎士隊はこの三角形のですね、何重にもなった塹壕陣地の後方地区、野戦病院や補給庫がある地域にですね、赤い旗が次々に立てられることについてですね、いよいよということで観念をしたと、観念をしたというかね、腹を固めたということでしょうか。そういうような状況に陥ったわけです。でこの時点でですね、相当な数のですね、日本の兵士、ソ連側も損害大きかったんですが、負傷者、戦死者を出しております。この時点でですね、約2個中隊と言いますからね、2個中隊といっても1個中隊相当ボロボロだったようで、150人の兵力、800人のうちの150人の兵力が伊予騎中佐の指揮下にあったと言われております。でいよいよ24日になりますと、戦闘は弾幕妻の様相を呈してきたんですが、この部隊、以前申しましたように伊予騎部隊は非常に多数のですね、重機関銃を持っておりました。また重機関銃座にはこれ非常に困難だったと思うんですが、丸太も調達し、コンクリートで固めたですね、非常に堅固な銃座をあちこちに隠蔽して作っていたようです。さらにその周りにはですね、歩兵の接近を妨げる鉄条網もかなり濃密にですね、設置されたために、ソ連軍の兵士はこの日本軍の塹壕陣地、少数の兵士たちが守る塹壕陣地の攻略に大きな苦労を払ったと言われております。そういう堅固な陣地があってこそ少ない兵力が優先できたということでありますが、
そういう陣地もいよいよ24日にはですね、ほぼ全部が潰されてしまうという状況の中で、24日の午後ですね、楊貴支隊の指揮官たちは楊貴中佐と協議をし、楊貴中佐は自決も含めて、全滅玉砕を考えたんですが、多くの将校たちは理性的な判断をして、健在なる兵をまとめてですね、主力に合流し、さらにこの不意高地の奪回を図るべきではないかと。もう当時ですね、水がほとんどなくて、まるっきり外からの補給に頼っていたんですが、わずかに掘った井戸も全部ソビエト軍の攻撃で潰されて、朝露をですね、手拭いで草を剥がしてですね、水を染めさせてそれを絞って飲むような非常に苦しい水の調達の仕方もしながら、日本の兵士たちは白兵戦にあるいは火炎瓶戦に奮戦していたわけです。しかしこれも限界だということで、とうとうですね、24日協議の結果ですね、楊貴支隊は生き残りの兵士約120数名だったと言われてます。この時点でね、24日の夜に、戦線を密かに突破して、日本軍に合流するということで、満州国軍の方面に、後退していたんですけど、ソ連側の主張する国境線の外ぐらいに、撤退することになったということです。この間ですね、ほぼ丸々5日間ですね、ソビエト軍の占領を妨げた楊貴部隊だったんですが、その後ですね、この楊貴部隊非常に不幸なことにですね、停戦まで留め置かれてですね、停戦の後楊貴中佐は自決を強要され、他の兵士たちは天然バラバラに配属されてしまうと。まあ、そういう中でも数少ない方が生き残って、この楊貴支隊の運命について伝えたことになりますし、また戦闘将法はその際にですね、日本の軍隊って非常に規律が正しいものですからね、例外的なケース以外は戦友の遺体もね、可能な限り回収するということは当時までやられていたわけです。記録についてもですね、敵に渡る状況でしたらこれは燃やしてしまうんですけども、命がけで守って持ち帰ったんで、こうした記録が残されているということであります。私はですね、ノモンハンを訪問した際にこのプイ高地の陣地、塹壕戦に沿って非常に時間かかりましたけどね、2日間にわたって回りました。あちこちにですね、兵士たちが食べたんであろう缶詰の残骸であるとか、火炎瓶の未使用の火炎瓶とか、あるいはこれはですね、やっぱり不意工事で取ったんですが、楊貴支隊に装備されていた9式重装甲車や9号式軽戦車のキャタピラーであります。撃破された場所に残っていたわけです。こちらはですね、9式重装甲車の車輪とエンジンのシリンダーです。バラバラに破壊されるまでですね、戦ってですね、この9式重装甲車はですね、13ミリ機関砲という機関砲を積んでいたんですが、この装甲車が撃破された後もこの機関砲をですね、下ろして簡易砲火に自分たちで手製の砲火に乗せて徹底した抵抗を行って、この13ミリ機関砲はかなりソ連戦車には有効な対戦車兵器だったようです。損害を強要し続けた。同様にですね、こうやってソ連の装甲車や戦車の残骸も多数残されていました。いずれもですね、大爆発を起こしている様相で、装甲板のそこここにはですね、日本の砲弾の跡、なんていうか薄い装甲ですからね、こじ入るように破けて、穴が開いてるんですね。両軍の兵士のですね、奮戦が忍ばれる跡が80年経った今日も残されている場所でありました。私は引き続きですね、この不意高地の戦いについては調査を進めて、著作も書いていきたいと考えております。今後ですね、また不意高地についても研究成果というか考察ができましたらば皆さんにお伝えすることにしております。どうか皆さん、今後とも応援の方をよろしくお願いします。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。